出だこ浦西駅付近。今日の店員はサビーナさんだ。サビーナ。何？店員。サビーナ？うん。なんかサビーナに。名前さ。女ね。うん。前この前の人？うん。黒人っていうか。黒人これダメよ。ネパールとかの。いるくるよ。いやこの人はあれよ、あのまたあの人とは違うよ。ああセブンとは違うからね。セブンじゃない、あの前のなんか変な人とは違う。あの人はいない、朝はいないのか。あれは若いから学生だはずだけど、いないはずよ。あだけど土日はね休みだから。土日は休んでるんじゃない休みは。小学校ハンドボール部なんかどっか行くのかね。九州大会って感じ。前田市はもう有名になったね、ハンドボールのやつ。西原が強かったんだよね。西原あ、西原はってけ、ね、うん、強いよね。あ、じゃあもうブラスバンドもすごいさね、うん、世界で1位になってさ。世界中これはどっか置いといて、なんか入れてこうね。あ、で、あれ入れた？何や？うん、運転から資格を。車検証は。うん。45分ならんて押せないわけよ。今から乗っ取る前から今だけどこかで、うん、あれよ、この警察あるの違うけ、これゴミ収集の音楽でしょこれ警察でゴミ収集からこれは警察さ。あそこなんか光が一本だけシューって入ってるさ。うん、あっちもさ、たまに、ね、朝天気がいいときにあっちがブーンってやるからうちこれを下ろすわけよ、顔に刺すから。ほら、一本だけだよ、でも、きれいにさ、一本だけシャワーは。あっちの一本さね、うん、大きいさ、この辺にもあって、小さいのがあるでね、左側にもあるさ、小さいの。あれ、あっちにもあるさ、右にも、一、二、三、あれ、あの辺もいっぱいあるさ。こっち二本あるさ。
はい、どうぞ。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。よいしょ。はい、ということでお送りしました。意外に混んでるから出られない。西駅左側ね、手だこ裏西駅があるところです。でこの辺がわちゃわちゃーっとあって、このビル何か作って、あ、ファンスタイルって書いてあるからマンションか。ええー、なマンションとかな。デーブ・グランディ手だこ裏西タワー、名前かっこいいね。これは何だろうね。ここにもまた何かできる。でこの左側がイオン、フードコートないのがちょっと残念な感じの、ね、なかなか今ダイレックスと、あとは何があるかな、わからんけど、ドライブスルーの吉野家があったりするね。これで山田電機、花丸うどんみたいのがあったりする場所です。本当もうちょっと大きいねところになる予定だったらしいけど、なんかちょっと微妙な中途半端感は否めない感じの。フードコートがないのはちょっと私はほぼ行かない感じの場所になっているところであります。はい、という感じでいかがだったでしょうか。送った後ちょっとだけね、なんだっけ、イオンスタイル、なんだっけこれ、手だこ裏西かな、分からんけど、手だこ裏西駅近くの何かを見ました。新築戸建て 4LDK 駐車場2台、遠山署裏西中学区内、頭金0円、月々11万円台お支払い、浦添西原1丁目5780万から月々11万って。無理じゃな、無理じゃな。お金ある人はどうぞご検討ください。なんか人ごとのように言ってるけど、まあ人ごとだよね。私には無理だし、無理だし。こっからもイオン入れるんだね。山田の駐車場とイオンの中がくっついてるかなという感じでございます。ということで、くる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 、パーク&ライドはでも行ってもまあまあ車止まるようになってきたんだよね。前本当にガランガランだったけどさ、最近ちょっと多めになっている感じはします。じゃじゃん、この人入ってくるのかな、何か入ってるから後ろ、
会社も高いな。それから私の近所の家がね、なんか立ち退きするって言ってから、なんか解体工事始まってるね、また。まあ私の家じゃないっていうね、私が今住んでる場所か。で以上でな感じでございます。なんだっけ、なんとなくこの手高浦西駅付近のね、雰囲気が伝わったよとか、良かったよっていう方はグッドボタン、もうちょっと細かく見たいなっていう方はバッドボタンで、コメントいただければなんとかリクエストやろうかやらんかっていう迷う感じではあるんですけれども、はい、あんまり遠くなければちょっとだけこの辺の様子をこんなての車でうろっとしてみてとかいうリクエストありましたらやってきますんで、もしよかったらお願いします。はい、ということ でまたチャンネル登録ね、やってない方ぜひやっていただけるとありがたいです。またすごいマニアな方はメンバーシップ制度もあるので、メンバーなりたいよっていう本当に既得な方、どうぞよろしくお願いします。今現在12名の既得な方がいて本当に感謝しております。もしよかったらメンバーシップも月額90円とお得になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。現場からは以上でございます。ありがとうございます。これら辺は何だっけ、トンネル、前田駅トンネル、浦添前田駅だったっけのトンネルでございます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。